ダメだ、レインボーにするな、ちゃんとやんないと。ただね、移り変わりをちゃんとしてるのは、入ってるのは、あそこなんだ、あの羊小屋まで行かないと色の変わり方はどうなっていくかわかんない。はい、 今作るわ。じゃこうね、こうなるんだよね。そうだそうだ、こうなっちゃうんだ。一列に並べられるはずなんだ。あ、こうだ、来たー、並んだ4567891011123456789101234567891011。わおおお、おお、すげえ。おお、おお、すげえ、すげえ、すげえ、何これ、すげえ、感動、鳥肌もんだよこれ。やべえ、やべえなこれ。ちょうどだ、ちょうどだ。茶色がないのわかる。やべえ、やべえ、これマスタードとケチャップかかった、ここ。あ、マスタードとケチャップかかっちゃった。色と赤と、ここなんか、この並び順はなんか、うん、違う、なんか違う、なんか違う、こうか、こうだな、うん、違った。ただ持ってくれ、ください。別にハサミじゃなくてもいいんだけど、壊すの、ハサミの方が早いから。ありがとう。はい。しかも、あ、そっか、あっちだ。危ない、もう高さ間違ってた。よかった、色合いが違うっつーね、そういう気づいて。しかもちゃんと元の場所戻ってくる。うん、なことをするんじゃない。はい。はいはいはい、と。いいね。いいね。このお店の名前はレインボー。このお店の名はレインボー。レインボー、うん。レインボーを違う言葉で言うと何なんだ。フランス語で言うとラルクアンシェルでしょ。空の架け橋。他の言葉で言うと知らないんだ。虹。虹でもないけど。虹色じゃないけどさ、7色じゃなくて11色だしね。青、紫、あ、ここすげえラインボールだ、すげえラインボールだ、そこらへん。暗くなってきたから若干操作しだした俺。いや、ここまで来てね、ここまで来てね、クリーパーさんがね、2回あたりに分かれちゃうんだ。確か俺前の村でね、そういうなんだろう、こういうね、上
こういう今犬がいるとこね、ああいうとこ歩けるところを作ってて、でね、そこにクリーパーさんが立っててね、朝起きた夜遅くまでやってて、朝起きたらそこにクリーパーさん立ってて、え、気づかなかったんだ。はい、おはようございます。その時はね、家がそこそこ広かったからね、家がそこそこ広かったから、その時はまあ大丈夫だったけど、遠くから弓で倒したけど、今それほど幅広くないから、ちょっと惜しいね。そっか、緑とか最後、結構最近なんだっけ。ふふい、ふふい、一生重くなったね。できれば見つけたくなかった。できれば見つけたくなかったな、今の。気づいた人いるかな。今見たから分かるでしょ。俺に挑みしたもんだって。挑みしたから多分分かってると思うけどさ、ここ行ってます足んないでしょ。で、あっちもさ、3マスでしょ。1、2、3でしょ。ってことはダークオーク4個必要なんだ。分かるかな、分かるかな、この状況。あの、牛さんの足って3マスなんだよ。もういらないって、もう毎回これ3マスなんだよ。どっか使ってないかな。あったありがとう。ちょっと借りてってくるよ。3色しか取ってないから、ちょっと灰色足んねえよ。いや足りるわ。いやいや、そんなか荒らしたくないよ。そんなか忘れちゃうか。とりあえずある分だけちょっとずつ待っていくって感じにしよう。ダークオーク行こうと思ったんだけどな。ついでにさ、リスポーン地点付近からこっちに走っていくときにね、白馬見つけたんです。できればロバが欲しい。でも白馬を見つけたんだよね。だからその白馬を連れてこようかなと思ってたんですけどね。村に白馬がいない。そう、それ忘れてた、すっかりだ。温泉、明るいイメージ、明るい、赤じゃない、もうちょい明るい感じ。そういう明るいじゃない、こういう明るい、こういう明るい。でも粘土あと1個なんだっけ、あと1個必要なんだっけ。固焼き粘土も確か染められたんじゃ、染められるっていう情報はいただいて、で俺も確か前回のあれワードで染めたような記憶がなくもない。足りるわ、足りた、やったやった。何これ、何この色、行ってみよう。まあ悪くない、まあ悪くないでしょ。ぬるっとしてるね。しっとりしてそう、これ。これを皆さんが拝見するにはね、私はもう別のことやってるんでね、気にしないで。
これでも勘弁してください。いろんな素材でね、このあれを作ってね。できたーできたーできたぜできたぜぜあれあったないと思ったこの中に入ってない。くそ。くそ。この紛らわしいけどさ、紛らわしいけどまあいいでしょ。あ、いいね。なんか若干燃えてる音がパキパキするのが嫌だけど。えい。お。伸びてる。伸びたくんだ。やった。やったぜ。君ください。やったぜ。これで砂を使えるという嬉しさ。はっ！鳥肌だぜ、これ。これ鳥肌だぜ、おい。おい。足りるかな。足りるかなっていうスリルはあるね。いけるだろう。おい、いけただろう、これ。これ、きったりな。あ、ダメだ。あ、沈むね、ここ。深いね。びっくりした、今。深って思った。あ、全然だ。あ、いいね、なんかこれ。あ、いいね。悪くないよ、うん、あれをカバーするのこうだ。なんかダイレクトに見えちゃうな、もう申し訳ない。この色をカバーする。マスタードとケチャップ、開けて。マスタードとケチャップでね、砂、土、砂と土、砂と土。よし、すいません。ゴランタンはそこに3個置くという新しい手法を使おうと思ったけどやめろ。それは違うと、うん、9個。13、5、6、7、8、9、11。あ、11か。11っていう数字多いな。11か。そう。11。9。2。2個足んないわけだ。2個。2個。いやいや。あれをもうこう作っちゃった以上、この色にしちゃった以上、ここ以外で使う場所がない。どう思う？やめておいた方がいい。鉄格子じゃなくて金の格子とかない？ない。レンガでできないの。湿気。レッドカンパニー。レッドカンパニー。はい。はい。なんか作れないもんかなと思って
で今レシピ見てるんですけど、なんもない、なんもない、どうしよう、どうしよう、何色にしよう、まずそう、何色にするかと、おはようございます。何色にするかしないか以前にまず燃えない素材でないといけないんだよ。この辺なんとなく作ったけどさ、なんとなく作ってみたけどここはいいんじゃない。あ、グローストーンって光るんじゃないの？湿気、はい、湿気、と、本棚作るよ、せっかくね、サトウキビ畑あるのに、サトウにしてるだけで何も作ってやった。ほい。ほい、ほい、ほいっと。作れない。作れないじゃないか。もう素振りなことしようって。よる。よる。なんだろう、マックを思い浮かべるのは俺だけど、この黄色と赤の色合いを見るとマックを思い浮かべる。さてと、何かできないものだろうかな、あんできない感じだこれ。出しまおう、そいつはまだ、はい、よし、あーいい、あーいい、あ、緑忘れてた、緑取り行ってきます。はい、そうなもんだけど、ポッ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 、キムリキムリキムリ、あ、開けっぱだった、大丈夫、アイアンゴールドさん逃げてない、まあ逃げないだろうけど、あいつキムリ、あったったった、危ない危ない、ともう次のが考えていく。早いでしょ。早いでしょ。早いでしょ。というか、気づいちゃって。足んねえな。
へえ。そう、2階に行くルートがね、外を登っていくほかないんですよ。今気づいたんですけどね、階段つける予定じゃなかったっけ、ここら辺階段つける予定じゃなかったっけ、これ。あら、じゃあここ階段にしよう。